はい、こんにちは。YouTube 書道大学の中本博士です。今回は皆さんにですね、富士市5月号の有段者の神話用課題、YouTube での添削動画の事例がございますので、それを紹介しながら、神話用の解説動画をご紹介しましょう。では、ご覧になってみてください。お手本各先生も、陰で大変苦労されていると思います。その辺もですね、感じ取りながら勉強していきましょう。神話用の学習は、漢字半紙ですとか、仮名半紙と違って、漢字と仮名を調和させて自然に作品を作る練習ですよね。この神話用に取り組んでますと、毛筆で手紙など書簡が自由に書けるようになりますので、神話用をまだ勉強されてない方は、神話用の勉強をすることをお勧めします。では、これから添削を始めています。どうぞご覧になってみてください。記号前にですね、神話用のポイントとしてはお手本もそのように鑑賞していただきたいんですけども、一つ全体の調和、天地左右の間の取り方、あるいは行間の間、行間の響き、そういった構造をまず見ましょう。そして二つ目、墨色、墨の濃淡、そして潤滑ですね、にじみからかすれ、そして三つ目に線の開閉、そして四つ目に最も大事な筆脈ですね。筆脈を大切にして、文字の自然の流れを表現したいものですね。神話用は特に洗練された行の流れと余白との響きです。線と面の世界なんです。大切なことは、一字の字形美よりも、行間の響きや墨色の濃淡による全体のまとまりに注意して作品を作りましょう。過日お預かりしました作品の動画添削で解説をしてみましょう。まず、この永井先生の臨書するんであれば、筆脈だけはちゃんと取ったんだよ。この、くらって字を書いて、こっからこの筆脈は一回、ここまで書いて休んで、立刀書いてますね。これも良くない。で、こう書くときに、こう、立刀こう書いて、書き終えて、ここまで、次の一画まで書いて、休みましょう。そうすると、こっからこれのですね、流れが表現されます。キュッ、キュッ、キュッとこう、ここで休む。で、こう口書いて、で、こうですね。と、いう。はい。い、とを書いて、いい書いて、う書くから、ぽつんぽつんぽつんと、これこのまねです。い、うっとこう。こういい、うっと、ここで休んで、こういう書くと、ここのですね、筆脈が取れます。精神、字はお上手ですね。この永井先生の手本こう書いてる。精神、いいでしょう。精神の、営みは、まあ、この営み、例えばこのみはあたりはですね、代々となってますから、み、はの方を少し引き締めても、このような流れが出ていいかと思います。困難、これも困をですね、もう少し困難にお書きになると、こういう構図で、今こういう構図になってますから、ここのところは何のこれは、困難に書いて、ここにこういう、構造を意識するようにしたもので、この条文書いてます。を、のり、これもですね、こう、ここまで書いて休むんですよ。えキュッとこうか。で、長字合わせて、これもり、ここまで書いて休む。り、これ、のり、ここまで書いて休む。で、超える。これも、ここからパンと、ここまで書いて休む。そして、こう。これを書けばいいんですね。ために、ちょっとこう、ばらけた感じしますが、少しメリハリを。例えば、永井先生が狙ってるのは、ためをちょっとちっちゃめに書いて、で、にを広げて、こういう表現してますね。で、これまっすぐしないで、もうちょっと、ちょっと先ほどの、負じゃないですけども、少し字をこう、ちょっとこう、これもこう傾けてますね。まっすぐの線にすると動けなくなりますので。ちょっとこういう表現。これちょっと。静かに書き終えるように少しちっちゃめに書くのも方法です。そしてお名前も、この、ここに書いて、このぐらいのかすれてるこの状態のままこう書いていくんですね。これ新たにこう、かしこまって書いてますから。不可欠だと書いて。そして教室名、主で段を書いて、締めを書いてください。
ここで私なりに神話用を記号してみましょう。筆脈を意識してちょっと一枚ちょっと犠牲にして、ここで永井先生はこのぐらい書いてるんですね。こう書いて、こう書いて、こう書いてるんですね。ちょっとレイアウトが左寄りましたので、半紙こんぐらいに重ねて、このぐらい、こんぐらいに重ねて書いてみましょう。想像、ちょっとこれでおかしい、ここまでですね。最後の落款も作品の一つです。この神話用の課題の作品にうまく調和するように名前を書きましょう。調和といっても大変難しいので、この本文に影響しないように静かに落款を入れるのも一つの方法です。最後に神話用の行のまとめ方、散らし方は古典の寸章の色紙が参考になりますので、ここに紹介しながら解説を終わります。以上、皆様ご視聴ありがとうございました。参考になりましたらいいね、チャンネル登録、そしてコメントなどいただけますと大変嬉しく励みになります。では次の動画でまたお会いしましょう。 YouTube 書道大学、中本白秋でした。